なあ、雪の下。今日はもう部活なしでいいんだよな。まあ、会ったところで、こうして本読んでるだけだと思うけどよ。そうね。この後は由比ヶ浜さんの誕生日を祝うわけだし、奉仕部としての活動はできないわね。何か文句でもあるのかしら。あ、別に文句ないし、むしろ休みでラッキーって感じなんだが。ほんと由比ヶ浜が生まれてきてくれてよかったよな。おかげでもう今日は部活しなくて済むし。話のスケールが大きいのか小さいのかわからないわね。相変わらずそこの浅い人間だこと。バカお前、そこが深ければいいってもんじゃないだろ。深い方がいいと思うけれど。深い川とか流れが急だし、そこまで見通せないし、足がつかないだろ。逆説的にそこが浅い俺は、穏やかで見通しの利く地に足ついた人間ということだ。なぜかしら、まるで比企ヶ谷君が立派な人間のように感じるわ。なぜだろう。まるで俺が立派な人間じゃないと言われているように感じるんだが。え？あなたに立派な要素は一つもないでしょ？なんで可愛くキョトンと首ひねってんだよ。辛辣な言葉とのギャップで余計ダメージ食らうだろうが。ごめんなさいね。嘘がつけない性格なのよ。謝るポイントが間違ってるだろ。おい、いいか。俺は友達と彼女がいないことを除けば、基本高スペックなんだぞ。それは一般的には致命的な欠陥なのだけれど。まあいいわ。その一般論には私も異を唱えたいところだし。だよな。友達とか彼女の数が多けりゃいいってのは個人の否定だよな。世に言う立派な人、偉人とか天才とかって呼ばれる中には、友達全然いない人だっているし。まあ何より、学年1位で何でもできる天才少女のお前も、友達いないもんな。一人はいるもの。ああ、由比ヶ浜な。でもさ、友達って太刀ってついてるから、基本的に複数いることが前提なんだよな。だからお前に友達はいない。またへ理屈を。ヤッハロー！何の話してるの？あら、由比ヶ浜さん。いえ、比企ヶ谷君が自分が立派な人間だと言って譲らないものだから。速攻で否定すんなよ。待て、落ち着け。順を追って俺の立派さを説明してやる。まず、俺の顔がいい時点でプラス1ポイント。目が腐っている。マイナス1ポイント。しかも自分で言っちゃうし。なら、この進学校にいる。プラス1ポイント。留年の可能性あり。マイナス1ポイント。私は人のこと言えないかも。保留で。じゃあこれでどうだ。文系コース国語学年最プラス1ポイント。ただし数学9点で学年最下位。マイナス1ポイント。私12点だった。保留で。あとは、妹への愛情が深いとか。でもそれただのシスコンじゃん。マイナス2ポイント。そこだけ履いておかしくねえか。他には、ダメだ、何も思いつかねえ。もう終わりかしら。こちらにはまだまだあるけれど。なんだと。例えば、由比ヶ浜さんの誕生日をちゃんと祝ってあげる。プラス1ポイント。なんてね。なんか言った？別に。さ、そろそろ行きましょう。ケーキにフルーツを使っているのよ。新鮮なうちに食べた方がいいわ。おう。やったー！ユキのフルーツって何使ったの？スイカ？そこで真っ先にスイカが出てくるあたり、相変わらず料理は苦手なのね。